今回は Apple Watch SE 第2世代は今選ぶべきモデルなのか、詳しく見ていこうと思います。シリーズ8と同時に発表された第2世代の SE は発売から3年目に入ったこともあり、もう古いかも、今更買うのはどうなんだろうと思う方がいるかもしれません。でもその手頃な価格と十分に使える基本性能で未だに人気のモデルでもあります。とはいえやっぱり気になりますよね。 SE で本当に十分なの、もう少し頑張ってシリーズ10やウルトラを選んだ方がいいのかなと。そこで今日はどのモデルが自分に合うのかを選びやすくなるように SE でできること、そしてできないことを徹底比較、これから SE を買おうと思っている方が自信を持って選べるようにサポートします。最後まで見れば SE があなたにぴったりなのか、それとも別のモデルを選ぶべきなのか、しっかりわかるはずです。またすでに SE を使っている方、または以前使っていた方のコメントもお願いしたいです。これで十分だった、ここがちょっと物足りなかったなど、リアルな体験談をシェアしていただけると、これから購入を検討している方の参考になると思います。それでは早速 SE がどんなモデルなのかチェックしていきましょう。 SE でできること、できないことの詳細をお伝えする前に、まず結論ですが、 Apple Watch SE の第2世代モデル、これは初めての Apple Watch としては問題ないモデル、買ってはいけないなんてことはなく十分におすすめできるモデルです。もちろん最新のシリーズ10と比べるとできないことや性能としても劣る部分っていうのはもちろんあるんですが、それはあくまで比較したらわかる違いで、 SE を初めての Apple Watch として使うことを考えると致命的に足りない機能や性能っていうのはありません。しかもシリーズ10は一番安いモデルでも 59,800円なのに対して SE は 34,800円、しかも3年目のモデルっていうこともあって Apple 認定の整備済み品やAmazon や家電量販店でのセールで 29,800 円くらいで買える機会も結構あります。3万円で買える Apple Watch というポジションは強いです。コスパという言い方をすると、 パフォーマンスの部分の捉え方が人によって変わるので絶対的な評価はできませんが、コストで考えるとこれはもう絶対評価として安いわけですから、この価格で買える Apple Watch としては強い魅力があります。というわけで当チャンネルとしては SE をおすすめの Apple Watch とした上で、詳しくできること、できないこと、それから今 Apple Watch SE を購入する注意点についてもお伝えしたいと思います。それではまず Apple Watch SE でできることから見ていきましょう。実は Apple Watch SE、Apple Watch でできることの大事な機能はほとんど使うことができます。特に重要な5点、時計機能、通知機能、決済機能、健康機能、そして Apple 製品との連携の観点で SE でできることを見ていきましょう。まずは時計機能。アプローチはやはりウォッチなので、役割としては腕時計なんですが、もちろん SE は腕時計として使えます。好きな写真を壁紙に設定したり、文字盤やバンドをカスタマイズしていろんなシチュエーションで使える時計になってくれます。ストップウォッチやタイマー、アラームとして使うなど、現在時刻を表示する以外の時計らしい機能は全て使うことができます。ただこの時計機能に関しては他のモデルと比べてできないこともあるので、それは後ほど詳しく見ていきます。続いて通知機能。アプローチを使う理由として一番にこの機能を挙げる人も多いんじゃないでしょうか。 iPhone に届く通知が常に手元にあるアプローチに転送されてくるので、通知を見逃すことがなくなります。アプローチで通知されるものを大事な通知だけに絞ることもできて、見逃してはいけない通知を確実に受け取ること、そして内容によってはその場で返信までできること、これが手元で完結するのがすごく便利。この機能に関しては SE でも問題なく使うことができます。カバンやポケットから iPhone を取り出さずにすぐに通知が確認できるこの便利さ、これは SE でも十分なんです。続いては Apple Pay による決済機能。 Suica、PASMO、ICOCA といった交通 IC に対応しているので、 Apple Watch のタッチで電車やバスに乗ったり買い物の支払いにも使えます。 ID やクイックペイも使えるし、 PayPay も使えるし、ポイントカードにも対応していたりします。飛行機のチケットなんかも使えますね。iPhone を取り出さずに手ぶら感覚でピッと決済ができる便利さは一度使い始めると手放せなくなりますが、この機能も SE で問題なく使えます。4つ目は健康機能。毎日の運動量や歩数などを記録してくれて、ランニングやサイクリングなどの運動の細かい記録もできます。 Apple Watch を使うことで運動習慣が身についたという人は多く、このために Apple Watch を買うという人も多いです。またスマートウォッチの人気機能として定番になってきている睡眠の記録や分析、このあたりも SE で使えます。ただ健康系の機能に関しては今挙げた基本機能は使えるんですが、高度な健康機能については SE では大幅にカットされているので、こちらも後ほど詳しく説明します。最後5つ目が Apple 製品との連携。マスクをしたままでも iPhone の Face ID を解除できたり、 Mac のロック解除がハンズフリーで行えたり、 AirPods とのスムーズな連携など Apple 製品同士の連携が非常に使いやすいんです。
これも SE で利用できます。一方 SE でできないこと、これも見ておきましょう。これらの項目が許容できない場合は SE ではなくシリーズ10などを選ぶ必要が出てきますし、ここがあんまり気にならない場合は SE で全く問題ないわけで、 SE を購入して後悔しないかを決める重要なポイントになります。まずは時計機能に関して、 Apple Watch を腕時計として使うにあたり、この時計機能としての違いは大きな差になっています。まずはこれですね、画面の常時表示。 SE は常時表示未対応なので、腕を下ろすと画面が消えます。時刻を確認したい場合はしっかりと腕を持ち上げて画面を点灯させる必要があります。シリーズ10なら腕を下ろしても画面が消えないので、腕を持ち上げずにチラ見で時刻を確認することができて、腕時計としての使い勝手を重視するならシリーズ10の方が便利です。また時計の時だけじゃなくて、ワークアウトの記録中など常に画面が出てほしいシーンにおいても、この常時表示のあるなしは使用感が結構変わってきます。走っている時などしっかりグッと腕を持ち上げるの意外に難しかったりするので、こういう時常時表示は便利です。常時表示は一度使うとこれなしには戻れなくなるくらい使用感が大きく変わる機能で、この機能のために SE を選択肢から外すという人はやっぱり多いです。ただこの常時表示機能が搭載されたのは Apple Watch シリーズ5から。それ以前は常時表示がないのが当たり前だったんですが、その当時すごく不便だったかというと実はそうでもなかったんですよね。腕を上げた時の反応かなり早いですからね。一度常時表示を知ってしまうとこれがないのは不便だなと感じるんですが、あくまでこれ比較をしたらの場合、初めての Apple Watch として選ぶのであれば実はそこまで気にならない要素でもあると思っています。もちろんあった方がいいけど、なくても超不便というわけではないと思います。時計機能としてはもう一点あって、それは画面サイズの違い。 SE とシリーズ10、こういう写真の文字盤だとより目立つんですが、これくらい画面の大きさが違います。これ SE は 40mm、 シリーズ10は 42mm とどちらも小さい方のモデルなんですが、本体の大きさ 2mm の違いもありますが、それ以上に画面の大きさの違い目立ちますよね。写真文字盤で子供やペットの写真、推しの写真などを壁紙にしたいという場合、やっぱりどうしてもシリーズ10の方がかっこいいです。ただこれも先ほどの常時表示と同じで、比較したら目立つけど、最初のアプローチとしてはそこまで気になるほどではないのかなという気がしますね。またこういう背景に色がある文字盤だと、この縁の太さ、これ目立ちますが、黒背景の文字盤だと意外と気にならないので、こういう文字盤で使うならこの2つの差っていうのはあんまり気にならない差にもなります。画面が小さいことによる機能面の影響もあって、まずは文字盤、このモジュラーデュオという文字盤、それから輪郭文字盤、この2つは SE では使えない文字盤になります。またメッセージの返信などで使えるこういうフリック入力のキーボード、これも SE では使えません。この機能の違いは少し意識する必要がありますが、文字盤はたくさんある中の2つが使えないだけだし、返信は音声入力ならできるので許容できる差ではあると思います。もちろん音声入力は使える場面が限られるので、フリックができる方が便利ではあるんですけどね。続いて健康系の機能に関する SE ではできないこと。 SE を選択肢から外される方の多くはここが決め手になっている部分ですね。 SE には健康系のセンサーの多くが搭載されていません。心拍数は測れるので運動の記録などは問題ないんですが、より細かい健康系の機能、具体的には心電図の計測、血中酸素濃度の計測、それから睡眠時の体温の変化を記録する皮膚温センサー、このあたりがないです。このあたりのセンサーの重要度は年齢や健康状態によって大きく変わると思います。確かに僕も心電図や血中酸素に関してはいつも計測しているかというとそうでもなくて、ほとんど使っていないので、なくてもいいといえばなくてもいい気もしますが、最新の OS では自動での計測もバイタルというアプリで活用されていて、睡眠時の健康データを自動的に計測してまとめてくれるんですよね。この項目が SE だと心拍数と呼吸数と睡眠時間の項目しかなくて、体温、血中酸素が含まれるシリーズ10のバイタルアプリと比べるとだいぶすっきりした感じになっちゃいます。さらに睡眠記録の重要な機能である睡眠時無呼吸の通知、これも SE だと未対応なので、健康系の機能としては本当に基礎部分、心拍数のセンサーだけで賄える部分までとなっています。健康管理に必要な最低限のデータと運動を記録するための機能、ここまでであれば SE でも十分使えますが、それ以上健康系の機能を充実させたいと思う場合は SE を選んじゃダメで、シリーズ10やウルトラ2を選ぶようにしましょう。さらに本体のデザインと耐久性、ここも大きな違いがあります。
アップルウォッチ SE は素材がアルミニウムのみ、チタニウムモデルはシリーズ10限定の素材で SE では選ぶことができません。またシリーズ10のアルミニウムの目玉ともいえるカラー、ジェットブラックも、これは SE では選ぶことができないカラーです。 SE はアルミニウム素材でシルバーかスターライト、そして黒系だとミッドナイトのカラーを選ぶことになります。ミッドナイトは使いやすい黒系なんですが、ジェットブラックのような表面仕上げの光沢ではなくて、色も黒ではなくて濃いネイビー、パッと見はほとんど黒なんですが、ちょっとだけ青みのある色になります。また耐久性にも少し差があって、ガラスの素材はイオン X ガラスという強化ガラスで、シリーズ10のチタニウムモデルやウルトラで採用されているサファイアガラスに比べるとやや柔らかいガラス、引っ掛け傷などがつきやすい素材になっています。本体の裏側もシリーズ10だとケースと同じ金属、ウルトラはセラミックが使われているこの裏側の素材なんですが、 SE はここがナイロン複合材というやや安価な素材になっています。裏側なのであんまり気にならないところではありますが、ここも傷がつきやすい素材となっていて、全体的に耐久性は弱めです。ザラザラした場所や硬い場所にぶつけたり擦ったりするリスクがある場所で利用するっていう可能性、これがある場合は SE だとちょっと心配というところですね。一方耐久性は弱いものの、その素材の違いは本体の軽さにもつながっていて、 SE の 40mm GPS モデルは 26.4g と非常に軽いです。以前のモデルより軽くなったシリーズ10と比べても 3g くらい軽い、これはランニング用としてはメリットにもなる部分で、耐久性の弱さというデメリットを理解した上で、あえてこの軽さのために SE を選ぶという選択肢も割と現実的なものとしてあると思います。その他スペック表で細かい違いもさらっと見ておきましょう。ディスプレイに関しては常時表示がないのは説明した通りですが、画面の最大輝度、明るさも1000ニットと2000ニットと大きな違いがあります。これは特に屋外の明るい場所での画面の見やすさに影響する部分ですね。シリーズ10は明るく、さらに高視野角 OLED により斜めから見た時の見やすさもアップしているので、これ時計としての画面の見やすさにはかなり違いが生まれます。健康系ではお伝えした通り心電図、血中酸素がなく、睡眠の記録は取れるけど睡眠時無呼吸の通知は未対応、バイタルアプリも項目が少ないです。皮膚温センサーもないので周期記録、これは女性向けの月経周期管理のアプリですね、これも体温データがない分精度はやや変わります。耐水性能は 50m までと変わりませんが、水温センサーと水深センサーがないので水深アプリを使うことがこれ SE だとできません。チップは S8 という Apple Watch シリーズ8と同じもの。 Apple Watch のチップは S8 から S9 の変化がメジャーアップデートで、ニューラルエンジンという AI に関する機能が追加されているので、 AI が絡んだ機能、具体的にはダブルタップのジェスチャー操作やオフラインの状態でも使える Siri の機能、このあたりが SE だと使えません。ジェスチャー操作はあれば非常に便利ですが、なくても致命的な機能ではないし、 Siri もオフラインで使えた方が便利ではありますが、iPhone の近くにある状態とか Wi-Fi が使える場所であれば SE でも Siri は使えるので、これもそこまでクリティカルな機能ではないと思います。もちろん差はあるんですが、 SE でものすごく不便になるような差ではないですね。ただ少し長期的な目線で考えると、 S8 チップを搭載しているモデルよりも S9 や S10 チップを搭載しているモデルの方が今後の OS アップデートでサポートされる期間も長いだろうし、今後の OS アップデートで追加される新機能が S9 チップ以降限定の機能となる可能性も高いです。長くサポートが受けられてアップデートで新機能も使えるってことまで考えると、 S8 チップの SE はちょっとデメリットあるかなというところですね。バッテリー持ちに関しては最大18時間とシリーズ10と同等、画面の常時表示がない分消費する電力が小さいのか、普通に使っている分にはシリーズ10よりも SE の方が少し電池が長持ちするようには感じます。一方で充電速度は違っていて、シリーズ10は急速充電対応で30分で 0% から 80% まで充電可能です。 SE はここには書かれていませんが、30分で 0% から 50% まで充電可能という高速充電仕様なので、体感的にもシリーズ10の方が倍速で充電できるような感覚です。ここはやっぱりシリーズ10の方がかなり優位性がありますね。睡眠の記録までするとなると、お風呂の時間などに充電するという方が多いと思いますが、短時間でほぼ満タンまで充電できて1日中使えるのはやっぱりシリーズ10の方ではあって、 SE の場合はもう少し長めに充電時間の確保が必要になってきます。さらに細かいスペック表を見ていくと容量の差もあります。 SE は 32GB、シリーズ10は 64GB。 Apple Watch のストレージは写真とそれから音楽をダウンロードしておくくらいなので、
そこまで超大事ではないんですが、まあやっぱり多い方がいいはいいですね。それからセンサー類でいうと、ここスピーカーの音楽再生機能、これが SE にはないです。 Apple Music や Spotify の音楽を Apple Watch のスピーカーで直接流すことができる機能、シリーズ10と Ultra 2でだけ使える新機能なんですが、これは SE は使えないです。 SE でも音楽聴くことはできるんですが、その場合 AirPods などのワイヤレスイヤホンが必須となります。はい、細かいところをチェックしてみても違いとしてはこれくらいですね。決め手となるのはやはり常時表示の有無、健康系センサーの充実度、この2つがやっぱり SE で十分となるか、 SE だと困るとなるのかの基準になってくると思います。という感じでここまで見ると、確かに SE は機能的に劣る部分はありますが、 Apple Watch に求める最低限の機能、これは全て十分なレベルで使えますし、価格と機能のバランスを考えると非常に優れたモデルと言えると思います。シリーズ10と並べて比べると違いは確かにあるんですが、初めての Apple Watch として考えると、こういう比較して使うシチュエーションはないですからね。 Apple Watch の入門機、エントリーモデルとしては必要な機能は十分備わっていると言えると思います。常時表示が絶対欲しい、健康機能も充実したいという場合はシリーズ10、さらに冒険やアウトドア向けの圧倒的な耐久力と機能を重視するならウルトラ2というアップグレードが必要にはなりますが、そうでなければ SE を選ぶのもありだと思います。ただ最後に、今 Apple Watch SE を購入するという場合の注意点を2つお伝えさせてください。1つは、待てるなら定価ではなくセールを狙いましょう。第2世代の SE はすでに3年目に突入したモデルなので、セールになる機会も結構あります。どうしても今すぐ買いたいという場合は仕方ないですが、そうでないならセールを狙って少しでも安く買いましょう。また Apple Store の整備済み品が販売されることもあるので、こちらも狙い目です。アップルストアで購入する場合は整備済み品も含めて購入から2週間以内なら返品ができるので、お試し感覚で購入できるのもメリットとして大きいです。常に在庫があるわけではないのと、最安値の 40mm GPS モデルはすぐ売り切れちゃうんですが、ここも定期的にチェックしておくのがおすすめです。整備済み品って何と思われた方はこちらの動画もぜひ合わせてご覧ください。ちなみに今買うべき SE は第2世代です。販売している場所によっては SE としか書かれておらず、世代がわからない場合があるので、購入するときはこれを気をつけましょう。第1世代の SE はすでに OS のアップデートサポートが切れているので、必ず第2世代を買うように気をつけましょう。特にメルカリなど中古を購入しようと考えている方は、この世代の表記がない場合もあるので、ちゃんと確認してから第2世代を選ぶようにしましょう。続いて注意点の2つ目ですが、3年目に入った製品ということで、おそらくそろそろ SE の第3世代が販売になる可能性があること。これ一番可能性が高いのは2025年9月発売かと思うんですが、おそらくチップの性能をアップさせて、何かしら今の SE とシリーズ10の差を埋めるようなアップデートが入った第3世代 SE が登場するんじゃないかと思われます。特に確かな根拠がある話ではないんですが、 SE の第1世代が2020年、第2世代が2022年に出たので、第3世代は今年2024年に出てもおかしくなかったわけで、2025年の9月か、もしくは9月より前のタイミングで SE だけが販売されるような可能性も十分あると思います。最近はイベント以外でも Apple の製品が突然販売されること結構ありますからね。買ってすぐにその製品の後継機が発売されるっていうのは結構ショックがあるので、今 SE を買う場合、もしかしたら SE 第3世代がすぐ出てきてしまうかもしれない、この可能性は頭の片隅に置いておいた方がいいかなと思います。という感じで、ここまでの諸々をご理解いただいた上で、今 Apple Watch SE を買うのはどうなのか改めて考えていただいて、 SE の第2世代購入検討いただければと思います。 Apple Watch ジャーナルとしては、常時表示がないこと、健康系のセンサーが少ないこと、それから SE の第3世代の発売が迫っている可能性があること、この3点を理解した上で選ぶのであれば、SE は今も最強のエントリーモデルだと思っています。もしあなたが初めてのアプローチを探していて、価格を抑えつつ基本的な機能が揃っていれば OK なのであれば、 SE は間違いなく満足できる選択です。ただし Apple Store での定価では買わないで、セールや整備済み品を狙いましょう。一方で健康管理をもっとしっかり行いたい、もしくは見た目の高級感や常時表示が欲しいという方は、シリーズ10やウルトラを検討するのがいいと思います。という感じで、このチャンネルではアプローチに関する様々な情報を分かりやすく説明しています。今回の動画が役に立った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。というわけで、以上アプローチジャーナルでした。バイバーイ。